はい、のんちギターレッスン、とうとう20回目になりました。ということで、今日は、ギターはどんなのを買えばいいのかということを聞かれるんで、答えようかなと思うんですが、とにかく安いギターでいいと思います。1万円以下の安いギターでやっちゃってください。で、思うに、まあ新品の方がいいかな。新品の1万円以下のギターを買ってすごい練習するのがいいのではないかと思います。もちろんお金すごいある人はめちゃくちゃいいギターを買ってそれ1本でずっとやっていくっていうのはもちろんね、それは理想ですが、そんなにお金がジャブジャブないって方は、1万円の、ぐらいまでの安いやつで、エレキギターでいいと思いますよ、最初は、でやっていくうちに、あんま弾けるようになってきたら、まあ、そのクラシックギター買ってもいいし、アコースティックギター買ってもいいしね、いろいろ選んでください。それまでは家で弾くのも音がさ、そんなならない方がいいと思うんで、都会の人はね、田舎の人はまあ爆音でやってもいいのかもしれないけど、都会の人はエレキギターでやればそんなにね音出ないんでね、それがいいんじゃないかと。とにかく最初はもう、一番いいのはなんかその辺に友達とかで余ってる人をまず探すと、それがいいですよ。それで、しばらくやってみて感触つかんでから考えるっていうのが一番いいんじゃないかと。で、今日のこれなんかはなんていうの、電池内蔵の旅行とかに持っていけるようなサイズの、なんていうんだろうね、昔あったら増産ギター、今もあんのか、そういう感じのやつなんでね、これね、誕生日にね、のすけくんがくれたやつなんですけど、これも非常にいいですね、はい。まあでも最初はこれじゃない方がいいと思うな。最初は普通のサイズの買った方がいいかなと思われます。とりあえずは手にしないとね意味がないんで、とりあえず買ってくださいギター、はい。そして、レッスン1からレッスン19までのやつをとことんできるようにやってみてください。そっからギター買い、いいギターを買うことを考えましょう。それではまた、ブンブンチャー。